ロータス77は、チームロータスが1976年の F1、世界選手権3専用に開発した、フォーミュラ1カーである。設計者は、コーリン・チャップマン、ジェフ・オールドリッジとマーティン・オグルビ。チームロータスにおける故障は、ジョン・プレイヤースペシャルマーク2。77は1975年の76の失敗と、ロータス72の老朽化による低迷から脱する、 ための応急処置となった。車体は従来のバスタブ式モノコックに代わるボックス断面の細く軽いモノコック設計を特徴とした。細いフットボックス周りではバスタブ式モノコックではエンジントラブルでリタイアする前にアンドレッティは容易にリードを奪いザントホールトとモスポートパークでは表彰台に上ったザントホールトで十八を出走させるという アンドレッティの要請をコーリン・チャップマンが拒否したので、マリオはシーズン終了までしぶしぶ77を走らせた。最終第16戦は日本の富士スピードウェイで豪雨の中行われた。アンドレッティはレインタイヤを最後まで持たせる技を見せ、パトリック・デパイユや新しい世界チャンピオン、ジェームス・ハントを抑えて、ロータスに2年ぶりの優勝をもたらした。 アンドレッティは1977年シーズンに向けて78の開発に専念するため、77から解放されることに感謝した。ありがとうございます。